おっと、車の方はですね、もう通れるようになったんですけど、歩道まだできてなかった。ということで、この味のあるサビッサビのところをね、通っていきますけど、できることならここだけは永遠に残してほしいですね。でも歩道できてたから無理なんで、無理いずれ壊したんですよ。ここに重機してるからまだ解体進んでないんで、まあ、解体されるんでしょう。エコレストランアイドのラーメンはね、今日は芝のですね、まだ制覇してないラーメン屋さん1軒だけあったんだ。そこを行って行ければ制覇だよ。芝の芝全部じゃないんだ、芝全部じゃなくて、その木詰商店街ところは制覇です。ここにね、なんかすごい、ね、放置された車がいつも気になるんですけど、本能線沿いながらあれ盗まれないんだよね、きっとね。ちょっと奥にいれば盗まれるような、おたから川がね、放置されてんの。この車屋ラーメンさんもね、混んでんだよね。混んでる。もうやっぱ人気だよね、車屋ラーメンさんね。去年1回来た。去年だっけかな。違うな、おっとしか。あれバイクで来たもんな、俺な。スクーターで来たもん、スクーターで。あ、そうだそうだ、あれ花巻空港に行ったんだ、スクーターで。そうだ。まあ今だとチャリンコでも行きますよ。すっごい体力のスキー場だよ。自分でも恐ろしい。だって今日はもう床屋さん寄って髪切ってきたんですけど、椅子あるじゃないですか、床屋さんの椅子、あれ座った時に、あー、それも俺20年ぐらい前ってなんか疲れ切った体で床屋さんに座ってたなと、つくづくしみずみ感じましたよ。20年前の方が俺体力なかったし、まあいろんなストレス抱えて体も疲れ切って、床屋さん行くのもめんどくさいみたいな感じに思ってたのが、今日は芝まで行くな。ちょっと朝早く出て、髪切ってね、こだっぱりしてから行こうっていう。だからそう思える時点でやっぱり体力ついてんだよな。あれ、こうやめちゃったの、白石パンのアウトレットショップ。はあ、やめちゃったね。いやいやいや、本当時代がかなり目まぐるしく変化してますよ。まあしょうがないよね、パン屋さんは本当小麦粉価格どんどん上がってるでしょ。あれでやってけっていうのは厳しいよね。で、人件費も上がっていくわけですからね。日本政府はどん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 賃上げしてくださいっていう、できるわけないじゃん。できるわけないっていうか、せざるを得ないからするけど、原材料も上がる、ダブルパンチで、コストなんて下げるとこないでしょ。電気代も上がっていくしね。あー、やってないよ。ここだもん、食堂川村さん準備中。制覇ならずっていうかさ、この時間でやってないから、もしかしてもうやめちゃったかなって感じが、なんか嫌な予感してきたね。ということでね、あれだな、チャリンコで来たから、昔日本縦断こころ旅で火野正平さんが来た時に食べたラーメンがあった。確かあんかけ系だな。富士なんだかすかね、怒られんなの、おやじさんに。その同じラーメンくださいって頼んでみましょう。
火野正平さんが頼んだのが麻婆ラーメンでありました。名前から察すると麻婆豆腐ベースかと思ったのですが、ちょっと違った感じですね。醤油ベースのあんかけ系であります。ボリュームがあって日野さんはこれをすべて平らげたのでしょうか。なんだか地元にあって何年も親しまれてきたんだなぁと思わせるお味です。これを出前で頼んでみたいですね。やはり田舎の商店街にはこういう大衆食堂がなくてはならない。末永くこのお店が続けられていくことを願うばかりであります。いいですね。いいですよね。商店街にある長年親しまれてきたラーメンっていいですよね。なんだか自分の地元で食べている感覚に陥ります。山椒がついておりましたので、ここで味変を加えてみます。一体どういうお味になるのでしょうか。おっと、いい感じに変化が加えられました。さながら南東派のリリーフピッチャーに変わった感じであります。野球の話題をして思い出されるのですが、このラーメンをユニフォーム姿で食べてみたいですね。昔のスポ少の仲間たちとワイワイガヤガヤ言いながら食べてみたいラーメンであります。僕のふるさとは震災で姿を変えてしまった分、昭和の香りが漂うこの町でラーメンを食べてみたいのであります。みんな元気にしてるかな。もうすっかり老けてしまったのかな。一緒にラーメン食いてえな。思い出話に花を咲かせてえな。日野さんのラーメンも最終盤戦へと差し掛かりました。僕のチャリンコ人生も4年目に突入であります。今年はグレードアップしてチャリを4台持ちとなりました。それぞれのシチュエーションに応じてチャリを使い分けるのであります。今日はクロスバイク1号でなんだか昔の記憶を呼び覚ます麻婆ラーメンに出会えることができました。